もちろん早めに殺しておこうと。私を殺しに来たんだろう。そこにいる少年、速やかに引いて。いまいましいやつだ。精霊、非常に危険。必ず消滅させる。そんなものは無駄と、なぜ学習しない。たとえ100万分の1の確率でも、あなたを殺すためなら私は諦めない。うるさい、しつこいやつめ。ターゲット録音。総員起立。敬礼。司令、無事のご帰還何よりです。もういいわ、時間が惜しいから早く状況を報告しなさい。そういえば肝心の秘密兵器は。あら、やっと目覚めたみたいね。いつまで寝てるのかと思ってたわ。司令、彼が目覚めました。体の数値は異常なし、特に問題ない。しかしようこそラタトスクへ。もう何ぼーっとしてるのよ。大丈夫？自分の名前覚えてる？じゃあ私が誰だかわかる？レーネ。まったく。それでなんであんな危険なところにいたの？どうやら
ちょっと。ファミレス？ああ、位置的にはちょうど。ここは空中艦艇フラクシナス。私が気絶したあなたを回収したの。これからとても大事なことを話す。多くの人が30年前に発生した巨大空間侵を自然災害だと思ってるけど、本当のところ空間侵は精霊がこの世界に現れる時の余波なのよ。あなたが会ったその女の子が精霊。あの子の識別名はプリンセス。彼女が私たちの世界に現れるだけで、己の意志とは関係なく全てが破壊されてしまう。ああ、AST のことね。 AST は対精霊部隊の略称よ。彼女たちの任務は、精霊が出現したらその場に行って処理すること。要はぶっ殺すってこと。彼女たちの目的。何か問題ある？あれは怪物よ。この世界に現れるだけで空間侵を引き起こし、巨大な破壊をもたらす最強最悪の猛毒よ。数分程度しか接点のない、しかも自分が殺されかけた相手だっていうのに、もしかして惚れちゃった？安心しなさい。ラタトスク機関の総力を持ってあなたをサポートしてあげるから。あなたの任務は、精霊と仲良くお話しして親しくなって、ロマンチックなデートを通して、最後はキスで力を封印すればいいの。あら、安心しなさい。よろしい。これまでのデータからすると、精霊が現れるのは少なくとも1週間後。絶対絶対サボっちゃダメだからね。まだまだね。こんなんじゃ他の子を出れさせられないじゃない。予測地点はちょうど学校ね。早速働いてもらうわ。準備なさい。またお前か。お前は何者だ？これだと思う選択肢を選びなさい。5秒以内、早く！これが最後だ。答える気がないのなら、敵と判断する。動くな。お前は今、私の攻撃可能圏内にいる。では聞くが、私を殺すつもりがないのなら、お前は一体何をしに現れたのだ？
また選択肢ね。早く。私に一体何のために。あら、なんだ、言えないのか。お前は理由もなく私の元に現れたと。それとも。冗談はいらない。どういう意味だ。本当にお前は私を否定しないのか。本当の本当か。本当の本当の本当か。誰がそんな言葉に騙されるか。バーカバーカ。だがまあ、どんな腹があるかは知らんが、まともに会話をしようという人間は初めてだからな。この世界の情報を得るために少しだけ利用してやる。そう、情報を得るためだからな。大事、情報超大事。話くらいしてやらんこともない。上出来よ、そのまま続けて。不審な行動をとってみろ。お前の体に風穴を開けてやるからな。お前は私を何と呼びたい。私に名前はない。お前が名をつけろ。ああ、どうせお前以外と会話をする予定はない。問題あるまい。うわ、これまたヘビーなの来たわね。落ち着きなさい。焦って変な名前言うんじゃないわよ。なぜかわからないが、無性にバカにされた気がした。ま、前のよりはマシだな。それがこれからの私の名だ。床に伏せなさい。外からの攻撃みたいね。校舎ごと潰して精霊が隠れる場所をなくすつもりかも。お前は早く逃げろ。私と一緒にいては同胞に撃たれることになるぞ。チャンスよ。精霊の期限メーターが70を超えたわ。一歩踏み込むなら今よ。デートにでも誘ってみれば。なんだ。デートとは一体なんだ。 ST のメイン部隊が動いたわ。離脱よ。寂しいぞ。AST 飛び位置折り紙一層、識別コード A0613。
できているぞ。私は何をすればいい？手加減はしない。また貴様か。彼を人質にするなんて許せない。折り紙。了解。私に任せろ。やめておけ。無駄だということがなぜわかる？あなたを倒せるなら身の程を知れ。折り紙。もうターゲットをステージに誘導したわ。 A 分隊、折り紙を支援しなさい。さらに逃げるな。ターゲットの反応が消えた。一旦撤収よ。折り紙、こんな戦い方してたらいずれ死ぬわよ。構わない。精霊さえ倒せるなら。本当に頑固なんだから。また新しい一日だな。
何を言っている。お前から誘ったのだろ。そうだ、デートとやらをするとかなんとか。何、まさか昨日の言葉は嘘だというのか。そうか、ならばよい。それよりも大事なのはデートだ。デート、デート、デート、早くデート。別にいつも通りだ。通らぬ剣を振るわれ、当たらぬ砲を打たれ、最後は私の体が自然と消えてしまいだ。この世界とは別の空間に移るだけだ。もういいだろう、この話はしまいだ。何？ではどうしろというのだ。どんな服ならばいいのだ。それだけ教えろ。では服は自前でなんとかするか。霊装を解除して新しく服をこしらえた。視認情報だけだから細部は異なっているかもしれないが、まあ問題ないだろう。さあデートだ。どこへ行くのだ。なんだここは。あ、この香りはなんだ。やらんこともない。そうか、なら仕方ないな。あ、これはなんだ。あの香りはこれから放たれていたのか。食料なのか。うまいぞ。一体なんだこの粉は。この強烈な召喚性、これがむやみに世に放たれれば大変なことになるぞ。きな粉を求めて戦が起こるに違いない。危険はなさそうだな。行くぞ。あれはなんだ。敵がついに動き出したのか。お前は下がっていろ。見るからに厄介な相手だ。乗り物ではなんだ。安全なのか。爆発しないか。不思議な姿をしているな。本当に攻撃してこないのか。危険がないかどうか知りたかっただけだ。ん？おお、見ろ、大きな
きなこパンがあるぞ。あれだ、あれが欲しい。わかったぞ。見ろ、ふわふわだ。せず笑いかけてくれるなんて、あのメカメカ団、なんと言ったか、そう、それだ。町の人間すべてが奴らの手のもので、私を欺こうとしていたと言われた方が真実味がある。いや、お前はあれだ、きっと親兄弟を人質に取られて脅されているのだ。うん、私はお前が敵だとは思っていない。私にとって今日は非常に有意義な一日だったぞ。世界がこんなに優しいだなんて、こんなに楽しいだなんて、こんなに綺麗だなんて思いもしなかった。 AST とやらの考えも少しだけ分かったしな。私はいつも限界するたびにこんなにも素晴らしいものを壊していたんだな。やはり私はいない方がいいな。不定期に存在がこちらに固着するのは止められない。限界の数は減らないだろう。そんなことが可能なはずは。だが一体どうすればいいのだ。私の力はお前たちを傷つけてしまうというのに。キス？キスとは何だ。デートと同じものなのか。本当か、そんな方法あるのか。私は本当にこの世界にいてもいいのか。私はこの世界に対して知らないことが多すぎるぞ。寝床や食べるものだって必要になる。予想外の事態が起こるかもしれない。本当に私は生きていてもいいのか。この世界にいてもいいのか。私を肯定してくれるのはきっとお前だけだぞ。 AST や他の人間だってそうは思わないに決まっている。また新しい一日だな。